はい、それでは世界史スキルアップ学習モンゴル帝国の流れを本日は説明いたします。皆さんでモンゴル帝国を学習していきましょう。まずモンゴル帝国ですが、モンゴル高原をテムジンが征服したところから物語はスタートします。テムジンはこのモンゴル高原を制圧した功績によって1206年ですね、クリル隊でチンギス・ハンとして選出されることになります。このクリル隊でハンの位を選出するというのは後々、すごく重要な伏線になってくるので押さえておきましょう。クリル隊というのは有力者たちが参集して重要事項を決める、会議のようなものですね。押さえておきましょう。こうしてチンギス・ハンとなったティムジンは次々と領土を征服していくことになります。まずは一番最初にモンゴル高原を制圧、そしてナイマン、ホラズン、そしてビゲンコウが建国していた成果ですね。チンギスさんはナイマン、ホラズム、セイカと打ち倒していくわけになります。押さえておきましょう。そしてこのチンギスハンの続きで出てくるのがオゴタイハンですね。彼の業績は外への征服、外政と内政、内の整備に分けられます。ではまずこのオゴタイハンが一体どんな外政を行ったのか見ていきましょう。まず1234年ですね、中国の華北を制圧していた金、その金を征服することに成功するんですね。そしてもう一つ重要なのがバトゥの生成です。つまりバトゥを西に派遣して次々と、諸国を制圧していくんですね。
バトゥーの聖戦で有名なのがワールシュタットの戦いです。このワールシュタットの戦いはドイツポーランドの連合軍を、コテンパンに打ち負かしたという戦いでした。このワールシュタットの戦いで勢いに乗ってヨーロッパに攻め込むかと思いきや、このバトゥーがワールシュタットでワールシュトッタの戦いで、勝った後、なんとオゴタイが死んでしまうんですね。ですのでバトゥーは引き返していくという流れになっています。さあ今度はオゴタイ藩の業績、内政の業績を見ていきましょう。
そしてこのモンケハンの時にはより一層征服活動が進んでいく。このモンケハンはまずフビライを使って吐蕃や大理国を征服していきます。さらにフラグを使って朝鮮半島にあった高麗を征服することに成功するんですね。このようにしてモンケハンの時には、さらなる広い領土を獲得していったわけです。ですがここで問題が起こる。一体何が問題かというと皇位継承争いですね。モンゴルは次の藩を継ぐ者たちを伝統的にクリル体で決めるという傾向があった。なので一体どの、人が藩位を継ぐのか、誰がモンゴル帝国を率いるのかということで揉めていくことになるわけです。この皇位継承をめぐっていよいよフビライ藩が登場してくるわけですね。このフビライ藩は末っ子の弟との皇位継承争いに勝って藩位に即位します。そして1264年ですね、ここでなんと反乱が起こってしまうんですね。フビライ藩が、末っ子の弟と戦って、藩位についた、その内紛の混乱に乗じてハイドゥが反乱を起こしていくわけです。そのような中でフビライは国号を中国風に元と改修し、いよいよ中国大陸の全制覇を目論んで南宋に進撃していくわけになります。それではフビライ藩の南宋攻略作戦について見ていきましょう。いわゆる元寇と呼ばれている日本へのモンゴル帝国の兵舎派遣もこの南宋攻略作戦の一環なんですね。見ていきましょう。フビライ藩は南宋を制圧するために日本をまず落とそうと考えるわけですね。
そんなわけで1274年いわゆる文永の役が起こるのですが、この文永の役、鎌倉武士が奮闘して、なんとか撃退することに成功するわけです。日本を征服しようとした、征服じゃなかった、失礼、日本を制圧しようとした、このフビライでしたが、文永の役で失敗してしまった。そんなわけで、先に南宋攻略に手をつけ始めるわけですね。1276年には南宋の首都臨安を占領することに成功します。この臨安を占領したとしても南宋の維新たちが各地に散らばって抵抗を展開していくわけです。その残党たちを完全に打ち払ったのが1279年。凱山の戦いですね。こうして現、モンゴル帝国はついに中国を統一することに成功するわけです。中国を統一した上で再び日本に軍隊が派遣されてきます。それが1281年の公安の役ですね。押さえておきましょう。このようにして日本の元寇というのは南宋攻略作戦の中に位置づけて覚えるようにしましょう。ですがこの公安の役も失敗してしまうわけですね。このようにして中国を統一することに成功したフビライ藩は今度は東南アジアに侵略の手を伸ばしていきます。ですが東南アジアへの侵略はほぼ全てにおいて失敗に終わるわけですね。それでは東南アジア攻略戦を確認しておきましょう。フビライは ビルマ、ベトナム、ジャワへ抜けてそれぞれ軍隊を派遣します。ビルマはパガン朝、ベトナムはチン朝、ジャワはシンガサリ朝がそれぞれ抵抗するんですね。この後、シンガサリ朝は、この、モンゴルの侵入、元軍の侵入によって滅びてしまうんですが、それでも抵抗運動は続き、ビルマ、ベトナム、ジャワにおいてはこの、フビライ藩の、征服は失敗に終わってしまうわけですね。押さえておきましょう。よろしいでしょうか。このようにして、フビライの、侵略作戦というのは、南宋を制圧した以降はあまりうまく進まなかったというふうに整理しておくと覚えやすいのではないでしょうか。で、フビライ藩の以降ですね。
この後モンゴル帝国は一体どんな状況になったのか見ていきましょう。フビライの後のモンゴル帝国の流れですが、一つ目が交渉の乱発という特色が挙げられます。宮廷が豪華な暮らしをするようになった。またチベット仏教を盲信して宗教的にお金を使いまくるようになってしまった。その財源を賄うために交渉を乱発して経済が混乱する、インフレーションという事態を招くんですね。さらに元になっても皇位継承の、制度が確立していなかったモンゴルは未だにクリル体で藩を決めたため、後継者争いが絶えなかったんですね。そんなわけで政治も不安定、政治経済が不安定になっていくわけです。このような状況の中で黄巾の乱が起こるわけですね。そしてこの黄巾の乱の中で台頭してきた朱元璋、明を建国します。こうして明を建国した朱元璋がモンゴル元軍を征服するために北伐を開始するわけですね。この朱元璋の北伐によって今まで中国を征服していたこのモンゴル軍たち、は、中国の北部へ撤退していくことになるわけですね。チンギス・ハンから続いてフビライ・ハンと、だんだんと、中国を征服していった、モンゴルですが、最終的にはモンゴル高原へ逃げ帰っていくという流れになるわけですね。皆さん覚えておきましょう。それでは最後にこの、モンゴル帝国の、人たちを、覚える覚え方紹介しておきましょう。まあ、リズムに乗ってチンギス、オグダイ、クユク、ボンケ、フビライという風にして覚えておくと頭に残ると思います。もう一回いきますよ。チンギス、オグダイ、クユク、ボンケ、フビライですね。それでは皆さん、必ずこのリズムに乗ってモンゴル帝国の範囲の継承者たちを押さえておくことにしましょう。それではモンゴル帝国の流れでした。